それでは今渡ってもらいました橋が2つ目の橋の中の橋になります。こちらで我々も奥の院の真ん中ぐらいまで、来たことになります。それではこちらにはあるお地蔵様がお祭りされております。こちらには汗かき地蔵様というお地蔵様がいらっしゃいます。こちらのお地蔵様は我々が日々感じる辛いことや苦しいこと、痛いことの時にかく汗をこのお地蔵様が、代わりにその汗を流してくださって、その時に、感じる苦しみを代わりに受けてくださるお地蔵様になります。小屋さんの修行中のお坊さんはこちらの前を通る時は必ずこちらの前で、お地蔵様に一礼をしてからこの先の、御廟へと向かっております。ありがとうございます。それではこちら隣にですね、では、柱に見えました橋が最後の橋の五秒の橋になります。あちらの橋、もともとはなかったと言われております。下に川が流れているんですけれども、その川にズブズブと入っていただいて、みそぎを行ってからお大師様の元へと向かっていたそうです。でも小屋さん、冬が寒くて川に入れない方や体が不自由な方がお大師様の元へたどり着けないということがございまして、あちらの橋が架けられたと言われております。ですが、そのまま橋を渡ってしまいますと、今まで行っていたみそぎができなくなってしまいます。どうすればいいのかと言いますと、こちらに仏様がいらっしゃいます。仏様一つだけ選んでいただきまして、優しくお水をかけてあげることによって、我々も、みそぎを行ったということにして、お大師様のもとへと向かいます。それでは仏様一つだけ選んでいただきまして、優しくお水かけてあげてください。かけていただいた方からこちらの橋の前にお集まりください。お願いいたします。それではどうぞ。